サイエレット・マトカルはイスラエル国防軍参謀本部の特殊部隊。サイエレット・マトカルの隊員主な任務はカウンター・テロリズム、偵察、ミリタリー・インテリジェンスであり、戦場の敵陣地の戦略的偵察を真っ先に行う部隊である。サイエレット・マトカルはまたイスラエル国外での人質救出作戦を担当する。モデルとなったのはイギリス陸軍の特殊部隊、SAS である。 サイエレット・マトカルはイスラエル参謀本部長法局に所属している。サイエレット・マトカルの名は1970年代の2つのハイジャック事件の人質救出作戦の電撃的成功で世界中に有名になった。1953年、アマンの157部隊として創設された。1年後、参謀本部直属の部隊として独自に行動を開始する。隊員は アラブ人の思考方法などを叩き込まれるために、ベドウィンによっても訓練された。その後、アラブ支配地域奥深くまで進行するイスラエル国防軍のヘリコプター中隊にも参加した。1959年には後に首相になるエフード・バラックがサイエレット・マトカルに採用され、その後、101部隊の司令官も兼ねることになる。1967年の 第三次中東戦争や、これに続く消耗戦争に投入され、またパレスチナ解放機構や黒いイクガツへの対テロ戦も経験した。1973年の第四次中東戦争の後、この戦争の戦訓から敵支配地域に潜入して、航空攻撃の誘導を行うことが重要とされ、サイエレットマトカル内に専門の部隊が創設された。 この部隊は1981年にイスラエル空軍の特殊部隊シャルダグとして独立した。2007年にはイスラエル航空宇宙軍がシリアの原子炉を爆撃する作戦に協力して現地に潜入し土壌サンプルを採取した。最近では2014年以降のガザ侵攻にも投入されている。サイエレット・マトカルは最高機密に属する部隊ではあるが、 同時に、イスラエル国防軍内で大きな影響力を有している。選抜により入隊が認められると、18から19ヶ月に、及び、消火器、格闘術、交渉術、カモフラージュ、偵察、アラビア語や英語など、言語の訓練が行われる。ありがとうございます。